問題の B の1番ですけども、回答2番ということですね。でこれ測量の問題で自動レベルっていうのはこれコンペンセーターって言ってね、置くとほとんど置くとですね、もう自動的にこう水平を作り出す力なんですね、ということで読み取るわけではないんです。だからこれ水平にする機械、示準線を水平にする機械ですよ。じゃあ続いて今度B の2番がね、回答は3番ということで、これは設計図書にね、特別のですね、定めがある。これは指定仮説なんで、この時はね、発注者がやるんだ、受注者ではないんです。したがってここは発注者でやりますよっていうことね、夜もです。まあ特別な定めがない場合、まあ、これは任意仮説といって、これは受注者の責任で決める。だから指定仮説は発注者が指示するんですよっていうことで、これは間違いだよってことだな。それから B の3番は回答4番です。でこれではですね、総合評価落札方式で公共工事はね、その予定価格を上回るもの、これは相手にされないと、ね、だからこれは落札することはありませんということで、もう必ず予定価格は守らなきゃいけない、当然のことだね。それから今度は B の4番は回答は4番ですね。で今度は電力設備、ね、工事用の電力設備を設けるとき、どこを設けたらいいかというとね、この設備の中心はですね、負荷の中心に置くんだ。そして配線の距離は短くなるようにしないと、管理上長いと大変なわけだな。だから総配線の長さは短くなるようにするために、負荷の中心にそのような設備を置くといいですよということで、工事現場の中心付近にそのセンターを置きなさいと、ね、いうことになります。5番はですね、回答は4番ということですね。ここではですね、まあ、契約後の事前調査、要するに、契約しますよね。そしたらその後に実際どうなのかということを現場に行って詳しく調査しないと施工計画立案できないわけだ。だからこの契約後にはですね、必ず事前調査を行わなきゃいけませんよ。そうしないと施工計画を作れないよと、こういうことですね。したがって事前調査では、まあ、契約書に書いてる内容とか設計としては本当に正しいのかどうかということを、まあ、確認する、ね、むしろ一致してないから現場とね、この時は監督員に確認を請求して、まあ、疑念がないようにしておかなくちゃいけないということで、必ず事前調査しなきゃいけないと、こういうことですね。それから続いて今度はですね、6番目の回答は3番ですね。施工体制台帳というのは、これはね、まあ、公共工事の場合ですけども、これは1時2時の下請けを、とにかく、まあ、公共工事以外でもそうですけど、1時2時の下請け全員を、まあ、記載しなきゃいけませんよ。だから再下請け通知をですね、必ず省略することができないね、ということで、ということで、省略するということできません、これできませんね、ということです。それから7番はですね、回答は2番ということで、これは仮囲いとか足場とかね、道路上にこう出る場合があるわけ。そうすると仮囲い、道路作らないと第三者入ってきちゃうでしょ。だから道路上に作る、だから道路を占用しちゃうんだよ、これ道路占用しちゃうね。だからそういう時どうするのかっていうと、これは道路管理者に道路占用許可を取る。同時に警察、交通に関係するところであれば、警察省庁に今度は道路の使用許可、だ専用許可とは道路管理者、ね、道路を使うときは、所轄の警察署長、この違いを、この専用というのと使用というのが違うので、これを整理しておこう。8番はですね、回答は3番ということで、仮設構造物の安全係数というのは、本体構造よりか、安全係数は小さくていいわけよ。ね、これは本体構造は所定の地震が来た時にもきちっと壊れない、しっかりしなきゃいけないけど、仮設は撤去しなきゃいけないので、それほど強い構造を持っていく必要がないですよということで、少し緩くなっているんですね、ということです。したがって、本設の本体の構造物の安全係数よりも仮設の方が小さくなっていると、もうこう考えてくださいね。それから今度は、問題の9番は3番です。回答3番ですね。でここではですね、仮設構造物を使用するこの材料、これはね、市販品、特に流通しているもの多い品、まあ、こういうものをね、繰り返して使う、そのことでこれ転用って言うんですけど、転用を繰り返すことによって経費を削減する。だから実際に、受注者が利益が出てるところでの仮設の繰り返し、ここが利益が一番多いんだな。だからこれをしっかりとやるということが重要な、利益を上げるための必要な処置であるということで、転用をいっぱいしよう、こういうことですね。それから B の10番、回答は2番ですね。最適工期になるまでは、速度工程を早めるほど、まあ、安くなるんだけど、最適工程を過ぎてしまったら、あんまり早すぎたらね、今度高くなるね、高くなる。だから
どんどん早くした方が安くなるという間違いで、こう最適施工速度を超えてしまったら逆に今度は高くなっていくということで、最適工期が一番安い最小経費とこういうことなんですね。それから続いて今度は B の11回答の4番ですね。ガントチャートというのは出来方だけしか、その進捗率だけしかわからないね。これしか判明しない。だから作業の総合関係ね、まあ、こういったのはどういうふうになるか、作業の総合関係は不明であるとね。だから作業の総合関係が分かるというのは間違いで不明ですよということ。だから進捗だけ、ある作業は何パーセント終わりましたかと、それだけは分かるというだけで、その A と B の作業が終わった時にどういう関係があるか、そういうことは分からないと。こういうことですね。分かるのはネットワークだけですね。それから B の順位には回答は4番ということで、これは皆さん、プラン、ドゥ、チェック、アクションね。要するに計画を立てて、工事を実際に行って do して、そして、計画と施工量を比較してチェックするね。そして必要があれば計画を修正するアクションを行うということで、プラン、do、チェック、アクションということで PDC サイクルと呼ばれていますよ。まあ、この順番を理解しておくということが必要ですね。それから次はネットワークの計算ですけども、このネットワークの B13 の回答は1番ですね。で、これはですね、最初に与えられた計画を計算するとですね、これは再総回収後では分かりますね。これは19日になるね。で、そこで5日目にですね、調査したところということで、5日目にここでパーンと切るんだな。5日目で取っていくと、これをここに入れて、そしてここに全部5日、5日、5日とこう入れて、その時どうなったか、残りの日にちが3日、4日、3日とこうなってる。これはね、だからこういうやつに与えられてるんで、これ計算すればいい。そしたら、計算してあげると、これはここはちょうどクリティカルパスの20日になるね。だから20-19だから1日だけ遅れるとね、ということが分かると。これは再送開始時刻の計算だけなんでしっかりできると思います。問題の B の14で回答2番ということですね。だから仮説なんですけども、事業者が設置した足場を使用する関係請負にね、元請けが足場を作ったと、その時関係請負に下請けがそれを使ったとね、しましょう。確保については当然これは元請けは当然これ責任があるけども、これを使う環境請負にも責任がありますよと、こういうことですね。したがって安全措置義務といってね、労働者に対して安全措置義務が、これはもちろん事業者は最終的に持つんだけども、当然環境請負にもあるし事業者もあると、まあ、こういう時は戦時のやつね、こっちよりがもっと上の方、この人が最終責任を取ります。だから安全措置義務はこの人があるけど、事業者があるけども、関係請負には責任がないわけではないよとね。自分の労働者の安全について確保する義務がありますから、だからこの人がありますよということですね。それから今度は B の15回答は3番ですね。これは資格の問題ですね。ショベルを運転する場合にはですね、これは別に重機の運転の免許があるわけで、こっち側はね、クレーン機能を使う。ね。これついてますよね。このクレーン機能を使うときは、クレーンの資格がなきゃダメよと。こういうことね。だから、単なる重機の運転だけじゃなくて、クレーンを使うときは、クレーンの資格を持った人に、やらせなさいよということね、なります。それから今度は、16番は回答が4番ということですね。で、これも資格の問題で、この可燃性ガスおよび酸素を使うこの金属の溶接溶断、これはね、技能講習が必要なんです。ガス技能講習ね、だから技能講習が必要ですよということで4番が正しいんだな。だからじゃあよくこれと対比で出てくるのはアーク溶接、要するに電気溶接だな。こっちどうかというと、これは特別教育を修了してればいいね。ガスを使うときは技能講習、電気を使うアーク溶接のときは特別教育修了、まあ、この区別をよく試験で。 B の17番は回答が1番ということで、1番は正しいんだ。で、2番は何かというと、定格荷重は総荷重からフックやワイヤーの重量を差し引いたものだよとね、ということです。それから3番の間違ってるのは、クレーン作業中に強風が吹いた場合ね、これ転倒は作業中止しなきゃいけないね。安全を守って何か作業したってことはダメです。だから危険があるときは作業中止、労働者の安全を守らなきゃいけない、こういうことね。だから4番のですね、車両建設機械でのクレーン作業については、まあ、クレーンの有資格者にやらせなさい、さっき出てきたと一緒だなということで、だから、こういう車両系の建設機械の
講習が終わっていてもですね、クレーンやらせるというか、これを資格を持っている人にはやらせてはいけないと、こういうことですね。それから B の18番は回答は1番ということで、クレーンに用いるワイヤーロープの安全係数、これは試験だ、6以上、ね、ワイヤーロープの安全係数は6以上、それからゴンドラのように人が乗る場合、これは10なんだ、だから物の場合は6、ね、人の場合は10と、こう覚えておいて安全係数をね、そういう違いがあるよということです。はい、それから今度は19番、回答は1番ですね。ここでね、掘削するとき、ね、掘削したり積み込むとき、使用するときにね、ガス管のようなさ、あるいは地中線があるような、そういう破損する恐れがあるようなんですよね、危険があると、そういうときはね、監視員を配置した場合でもね、建設機械使ってやっていけませんと、これね、ガーンっていっぺんでいっちゃうから、ね、これ手作業で掘んなきゃいけないよと。ということになるわけだから、こういう時はね、実際上危険があるような場合は、まあ、作業指揮者をまあ指名して、まあ、釣り防護などの安全を対策をして、ゆっくりと作業しなさいよ、機械を使っちゃいけない、こういう危険なところはね、ということです。それから今度は B の20番は回答は1番 で隧道の入り口からね、切り歯、要するに切り歯って、要するに掘削してる面、断面だな、トンネルだからな、切り歯までの距離は、まあ、車庫、斜めから人が入っていったりとか、ね、縦に入っていくと、まあ、入り口だな、これ、ここからの距離はどうなんですかと、これ、含まれるんだ、含まれないとしても間違いで、車庫からとか入り口だからこれな、縦溝とかの入り口からの切り歯までの距離、これが100メートルになっ なったらということで、これが100メートル達したら、この時は、それになるまでに第1回のですね、避難訓練を行っておかなきゃいけませんよと、こういうことだから、ここに入ると、縦溝の長さも。それから車高の長さも 100m に計算するときは含まれると、こう考えてくださいね。はい、それから今度は B の21番は回答の3番ということで、この土石流の危険のですね、河川における作業、まあ、こういうところを訓練はどうするかというと、これは工事の開始後、遅滞なく1回まず行う、そしてその後6ヶ月以内ごとに1回行う、ね、で記録は3年、保存しておくということで、これはこういうふうにしっかり置いておくね。22番、回答の4番ということですね。で、足場のですね、壁つなぎだな。壁つなぎっていうのはね、引っ張り台と圧縮台をね、セットで使うんだよ。セットで。だから、このセットに使う。で、その間隔はいくらかというと、これ、1メートル以内で、あんまり離れすぎちゃいけない、ね。1メートル以内です。ということで、壁つなぎの間隔は、圧縮台と引っ張り台の間隔は1メートル以下にしてくださいよ、ということになりますね。それから続いて今度は B の23番は回答が3番ということですね。これは硫化水素のですね、発生の恐れがある作業場で、この時もね、硫化水素だからって言って硫化水素だから測ればいいかと、そういうわけじゃないんだよ。必ずこれは硫化水素のある現場では酸素濃度と硫化水素濃度の両方をしっかり測定してくださいよと、こういうことですね。酸素濃度がだから 18% 以上で、かつ硫化水素は 10ppm 以下になるように確認をしなきゃいけないということですね。だから硫化水素が発生する恐れがあるからといって、これだけ測るっていうのはダメですよね。必ず酸素を測ってくださいよと、こういうことですね。はい、それから今度は B の24番の回答が3番ですね。雨水が滞留しているようなこのマンホール内ね、マンホール内では臭いを嗅いだ、臭くないからもう大丈夫なんじゃないかと、そういうわけじゃないんです。必ず酸素濃度を作業するときは測定しなきゃいけませんよと。だから作業初心者はね、作業開始前にですね、必ず 18% になるように必要な換気を行わなきゃいけませんよということで、だから臭いがないからといって臭いに入らせていけませんよと、こういうことですね。必ず換気 18% 以上の酸素濃度になるように換気してから入れなさいと、こういうことですね。それから今度は B の25番は回答の4番ということで、これはまあ用語の問題でね、ISO の9000ファミリーは品質の問題だけど、品質マネージメントシステムが特定の製品プロジェクト契約にどのように適用されているのかということを示した文書、これは品質の計画書ということですね。これね、これマネージ品質だからね、ということで、これ報告書じゃないんだ、これ、ね、別に報告書だわけじゃなくて品質計画書というもんだな。それから続いて今度は26番は回答は3番ということで、品質特性はどうやって決めるんだと、こういうことだな。例えばコンクリートの場合だったらスランプにする。なぜスランプにするかというと、強度とスランプとは重要な関係があって、簡単にそのスランプを測れば強度を推定できると、そういう重大な関係があるから、
これなんか関係ないもの選んだって意味ないでしょ。だから品質特性は最終的な品質、要するに強度とスランプの関係は重大な影響を及ぼす特性を持っているとね、ということです。それが必要ですよということで、お互いの関係で、あのコンクリートの場合だったら、まあ、スランプを取ったりとかね、鉄筋の場合だったら、まあ、強度とか、まあ、いろいろありますね。それから舗装なんかの場合だったら、あの締め固めと、ね、こういうように関係のあるものをね、確認しなきゃ、それは品質特性として、関係ないのに品質特性としては管理できないからね、ということです。それから B の27は回答が4番、これもですね、フレッシュコンクリートの品質試験、ね、のワーカビリティ、施工性を判定したい。この時はね、当然のことのスランプ試験、または柔らかいコンクリートの場合はスランプフロー試験、これどっちか行わなきゃいけないということで、ワーカビリティを判定するには必ずスランプ試験またはスランプフロー試験をして判定しない。だから配合設計書だけを見てね、あこれでいいです悪いです、判断できない。実際の柔らかさはどうなのかということを検証しなきゃいけませんよ、こういうことですね。で今度 B の28番、回答は1番で、アスファルト舗装の問題で平坦性、ね、これは、ね、3メートルのプロフィルメーターというね、凹凸を3メートルのプロフィルメーターを走らせて凹凸を判断しますよ、ね、これベンケルバーミキみたいなね、これはたわみを測定するんだ、たわみを測定する。だからたわみを測定するので、これは凹凸を測定する、どこが違う。 B の29番、回答の2番だな。でアスファルト舗装 の流動性、こう波打ってるね、要するにそれとの流動性、対流動性、ね、流動しにくさを測定するのはこれホイールトラッキング試験、実際にホイールだ、車で走らせてみてどんなふうにへこむかどうかを測定するわけだな。それをホイールトラッキング試験という。で何を求めるかというと、この動的安定度、車が動いた時に舗装が変形しないかどうかということを調べるわけですね。普通3000ぐらいあれば安全なわけだな。だけどそれに比べて何、回転式滑り抵抗、だからこれは摩擦抵抗の話だから、こっちは摩擦抵抗、要するにね、スリップしないかどうかと、こっち側をこう変形を測定しているので、対流動性はホイールトラッキング、だから摩擦係数は回転滑り抵抗を測ると、路面の摩擦係数がね、ということで説明が違ってるわけな。それから今度は B の30、これ回答が4番が正しいんだな、4番が正しいんだね。だから123は違うわけだ。だからSD の345、これはニュートンパー平方メートルだけど、これとはね、強度違いすぎるんだよ、ね、SD490、これと圧縮してはいけませんよとね、ということで、ここで応力の段差が生じるんでね、ここは圧縮できませんということを思う。それからこの熱管の押し抜きがガス圧接部の検査、これはね、実際じゃ外観検査、見て判断するね、見て判断する。それから圧縮面のズレの直径が直径のね4分の1を超えたような、そういうズレてる時はこれはね、切り取って、圧接部を切り取って再圧接するね、そのまま熱を加えてギュッとまっすぐしちゃいけませんよね、一旦そこの部分を切り取って再圧接をしなきゃ、これは4番は正しいと、こういうことですね。それから今度は B の31番は回答の4番ということになります。でこれはね、鉄筋の加工誤差の問題で、誤差はね、スターラップとか、それから帯鉄筋、あるいは耐鉄筋と申しますが、螺旋鉄筋の加工の寸法はね、大体これは誤差はプラスマイナス5ミリ以内と、こうするんだね。その他の鉄筋についてはね、この25ミリ以下、この時はね、プラスマイナス15ミリ。だけどこれを25ミリを超えた場合、これはプラスマイナス20だ。だからこれはプラスマイナス30と書いてあるのは間違いで、これはプラスマイナス20だよとね、これも覚えておかなきゃいけません。こういうことですね。はい、それから問題の B の32、回答は3番ということね。これは騒音関係で、騒音とか振動はどこで止めたらいいのっていう、これ発生源で止めなきゃいけない。だからこういったような受音点とか受信点、到達したところで止めなくて、機械そのものを静音のある機械を使うとか、そういうことで発生する源の対策を立てるのが一番ですよ、ね、ということで、こういう受音点とかこういうところでは対策なので、できるだけこういうのを避けて、できるだけ源の方でやりましょうと、こういうことですね。それから今度は B の33番は回答が1番ということですね。でこれはですね、杭を打つときにどっから打つのというもんだな。だからこれ規制構造物の近いところから遠ざかる方に打ってくださいね、ということです。だからこれは季節構造物が遠ざかる方向に打ち進めるというのが正しいですよ。逆に言うとどうなるかというと、遠いところから、ね、構造物のところにやってくると、
圧力が増して基礎が構造物の基礎が浮き上がっちゃう場合がある、ね、圧力でもって杭打ってくると杭が締まってくるでしょ地盤が。だから近いところからだんだん圧力を逃すように近いところから遠くへ行く、ね、ということがポイントになっていく。それから今度は B の34のは回答1番ということで、これは副産物の関係だな。この要するに港湾とか河川で出た新設の土砂、これはもう建設発生土というんだけども、これは廃棄物じゃないよ、ね、これは建設副産物で必ず再利用しなきゃいけないものだな、ということで、だからこれはこういったような資源、盛り土とかさ宅地造成の材料として再度使わなきゃいけないということね、それから続いて B の35番で、ね、回答は2番ということになります。でこれはですね、災害があったような場合な、応急処置としてその建設工事に伴って生じたこの産業廃棄物わーっと出たじゃないですか、災害の時なんかね。でこのどうするかというと、これ事業場の外に保管する場合ね、その場合は必ずその規模に関係なくて、ね、保管の開始した14日以内に都道府県知事に届けなければならない。災害だからといって届け出なくていいというわけではない。問題の1番はですね、回答は3番ということなんですね。で、土の組成指数 IP っていうのはね、これ小さいほどいいんですよ、これ低いほどいい、だから強度は大きくなるということで、給水による強度低下はこれ少ない、小さいほど少ない、これ大きいと低下が大きくなっちゃう、だから少ないね、ということで、答えは3番。2番の方はね、これは回答は1番で、ここではですね、花崗岩が風化したらこれは摩擦なんだな、で火山灰からこれシラス、九州なんかいっぱいありますね、シラスの盛り土材料は水による、まあ、浸食を受けると岩水位が上昇してこう粘着力を失うんだね、粘着力を飛ぶんではなくして、そしてバッと地滑りが起きるということが起きてるわけですね。から3番目はですね、回答は3番ということで、盛り土とですね、構造物の取り付け具に生じるこの段差をね、これをまあ抑制するためにはこの圧縮性が小さいやつ、大きいとダメなんですよ、ぐわっと圧縮されちゃうから、沈下するから、だから圧縮性の小さい土、ね、それで先端力が大きい、流動分布の良い砂質土を、まあ、盛り土材料とすべきですよと。こういうことですね。したがってこれ小さい方がいいんだと、こういうことです。それから4番はですね、情報化施工で、回答は3番で、情報化施工っていうのはこれはね、締め固めを規定するのに工法規定と品質規定とあるわけですけども、情報化でやるときはですね、これはGPS だとかトータルステーションね、これ使って管理するので、これは工法規定ということに従って品質規定方式ではなくして、まあ工法規定方式ということになりますよということで違うわけですね。から今度どこのですね、5番目は回答2番ということです。これは軟弱地盤に対するような問題ですけども、補強盛り土のですね、この基礎底面どうするか、ね、これはね、応力周知を避けるためにこれ凹凸を残さず平坦に仕上げる、まあ岩盤なんかの基礎のね、直接基礎なんかの場合は凹凸をつけるんですけども、こういったような補強盛り土の時は残さず仕上げてくださいということになります。今度はコンクリート工の方にちょっと入っていきましょうね。で6番の回答はですね、4番ということですね。蔡さんのですね、これ流域は角張ってるんですけども、実績率がこれ53じゃなくて 54% 以上で、だから53ではなくして 54% 以上なきゃいけないよと、こう決まってると、こういうことですね。それから7番ね、これは回答は7番は回答2番ということで、これは粗骨材の最大寸法が大きいほどね、いいんですよ。でそしたら細骨材は小さくなる、これ小さくなるということで、これは大きいほど細骨材は小さくなる、そういう関係になりますよという、そうすると単位数量少なくて済むから、いいコンクリートができると、まあ、こういう感じになるわけですね。それから今度は8番は回答1番、これね、排水性保護と分かりますね。排水性保護っていうのは空隙率が 20%、 だから網が降るとそのポーラスの空間の部分を水が通過していって、そして排水口から流せるということですね。したがってこの水密性なんかないわけだよ、だって水はじゃじゃ漏るんだから、だからこういったような排水性舗装には水密性はないですよと、こういうことですね。それから今度は9番で、回答は3番です。でコンクリート のスランプっていうのはね、まあこれワーカビリティで得られる範囲が、まあ、最初の範囲できるだけこう小さい方がいい、ね、ワーカビリティが得られる範囲でできるだけスランプ値は小さい方が望ましいね、ということになります。
それから、A の10番ですね、今度4番です。これはコールドジョイント、打ち継ぎ目だな、これを防止するためにどうしたらいいかというと、コンクリートのこの強打ち重ね時間間隔、まあ、これをね、25度を超えたんだったらまあ2時間以内にしてくれる、まあ、25度以下だったらこれ 2.5 時間以内までいいよ。次はですね、A の、11番で、これもやっぱりコンクリート構造ですけども、回答は3番ということで、これは鉄筋の組み立てをね、転用説にすると、これは繰り返し荷重を受けるとね、体力失っちゃうんです。だから、何で止めるかというと、溶接ではなくして、焼きなまし鉄線または、まあ、焼きなまし鉄線またはクリップで緊結してくださいと。まあ、こういうことになるわけですね。それから次、今度は、基礎工の方に入ってきて、12番は回答1番、ね、中堀候補といって、まあ、オーガをガーッと引き抜くんだな。でこういう時に急に引き抜くんでボイリングが起きるということで、水を入れて、そして土砂をですね、杭の中の中空部にですね、ある程度堆積されながらゆっくりと引き上げるということで、ここを空っぽにしちゃうとバーッとボイリングが起きるので、ゆっくりと速度で引き上げてくださいということですね。それから今度13番は回答は2番ということで、これは交換群の溶接後ですね、血管の有無をまあ確認するというところで、外観検査、ね、外観検査や浸透短小法、ね、これは外から見えるひび割れにより、まあ、検査をする。でブローホールやスラグの巻き込み、まあ、こういったものは、ね、超音波でなきゃいけない、あるいは X 線でもいいですよ、まあ、こういった内部検査をするのは超音波とか、X 線を使わなきゃ見えないよ。だからブローホールってほら溶接の中の空間にこう閉じ込められてる空間だから、だからこういうの見えないの外から、そういうものは必ず超音波でやらなきゃいけませんよ、あるいは X 線でもいいけどね、いけないよっていうことになります。それから今度は14番は回答1番で、これ場所打ち杭のトレミー管ね、トレミー管の先端をどこまで置いとけばいいかというと、これは表面コンクリート表面よりか1メートルではなくして2メートルですね、1メートルで書いてる間違いで2メートル以上一応下げておかなきゃいけないよと、ね、そうしないと吹き出してきちゃうんですよ、浅いと。 A の15番回答3番ですね、これは基礎岩盤、基礎の地盤が岩盤の時、これはさっき言った岩盤の時は凹凸をつけて仕上げるね、補強モルドの場合は凹凸をつけないけども、こういう基礎の岩盤の時の仕上げ面は凹凸をつけてやりますよと、まあ、こういうところを注意していく必要があるでしょう。専門土木ではですね、まず16番で、これは構造物関係でね、構造物関係で、スタッドジベル、ね、これでこっち側で合格となった、ね、合格になってもね、ダメなんだよ。合格になったものに対しても、その 1% に対して、まあ、ハンマー打撃の曲げ試験を実施して、体力があることを確認しなきゃいけない。だから合格したからもう外観検査で合格したから検査しなくていいっていうんではない。その合格値に対して 1% の曲げ検査を行わなきゃいけないということになってるな。したがってこれは誤り。で今度17番は回答3番ですね。このボルトの締め付けはどっちからやるんだ。これは必ずボルト群の中央から端部へ行くと。ね。杭を打つ時も中央から、ボルトを締める時も中央から端部。18番の答えは2番ということですね。これは初期養生中にコンクリートの表面が乾燥してドライアウト状態になると、その表面に何ができるかというと、小さなひび割れができるな、小さなひび割れ、部材が貫通するようなガーッと大きいひび割れは生じません。ですからこれドライアウトになると表面が細かいひび割れが入ってくるということですね。それから今度は19番回答1番ですね。化学的侵食、これは酸だとかアルカリなんかによって、まあ、影響を受けて表面が剥がれていくわけです、ね、それに対して、こういう要するに、反応性 のシリカ構造物によって生じるのはアルカリシリカ反応が原因でもってひび割れが発生しますよということね。だってこれは、劣化の原因はアルカリシリカ反応が原因ですよということで、19番は違うと。で20番だな、これで回答は1番。道路のですね、橋梁なんかの時に使うんですけども、これ上層の増圧工法、ね、でこの時に強度はいるんだよ普通ね。だからそのまんま水撒いてその上からコンクリート打っただけでは強度はね保たれないので、これはねどうするかというと、表面を乾燥させてね、エポキシ樹脂などの接着剤をつけるので濡らしちゃダメなんだ。だから乾燥させて
これをやるということで、多分濡らしてこれやっちゃいけない。だから必ず乾燥させてやる。ちょっと違うんだな。コンクリートの時だと、まあ、湿潤状態にしてコンクリートを打つんだけども、エポキシ樹脂の接着剤などこれ乾燥させないと、ね、硬化しないからね。ということで、そういう点が注意が必要ですよということですね。それから今度は21番ね。21番、河川関係と。家庭は2番ですね。軟弱地盤上に河川堤防を作るという。これはドレインって排水溝だな。排水溝は河原の裏側に設ける。表に設けちゃう場合があるんだな。だから水を抜くのは裏側から抜きなさいよということで、あの川裏に設けるよと、こういうことですね。それから22番は回答3分です。今度コンクリート張り、今回はコンクリート張り口だな、のり面の、ね、堤防ののり面のコンクリート張り口は、まあ、片枠からコンクリートが流れ出さないように、これスランプの小さいやつだな。だって硬いやつだよね。そうしないと柔らかいやつだとドロドロっと端から勾配がついてるから流れ出てちゃう。だからスランプの小さい固めるのコンクリートをしようよ。大きいのとスランプが小さいのでなきゃいけない。こういうことね。それから今度 A の23番、回答は2番です。じゃあこれは締め切りの問題です。仮締め切りね。堤防の仮締め切り。どうやるかというと、撤去するときは一番下流から側面からそれからあの上流に向かって順番に撤去していけばいいと、こういうことになりますね。それから今度24番は回答が1番ということですね。2番はですね、これは岩盤側に寄せ付けると。岩盤に近い側にこれを設けましょう、水通しを設けましょうと、こういうわけね。基礎の一部に軟弱の部分があると、これはあの採石とかじゃなくてコンクリートに置き換えなきゃいけないね。コンクリート置き換えるね。で採石じゃないよ、コンクリート置き換える。それから4番地滑り地帯ではですね、沸騰性のあるコンクリートブロックや要するに構成材料を用いるということが望ましいわけね。ということで回答は1番ということですね。今度25番の回答は4番ということです。でこれはですね、あの盛り土庫というのはですね、これはあの地滑りの盛り土だから下部に盛り土するわけね。土塊中のこの要するに間隙水圧を低下させると。そして盛り土内のですね、これがだからなぜ低下するかというと、水平排水層を設けるとそのことによって塩湖滑りを防止する。盛り土庫というのは水平排水口で水を抜いて塩湖滑りを防止するようにしましょうと、こういうことですね。回答は1番ということですね。これはあの傾斜地のですね、この崩落防止工の施工についてですけども、これはポケットが不足すると、この時にですね、地元下を削っちゃうまで余計起こってくるから、だから擁壁を前に出してね、擁壁を前に出して、その前に出したところの空間をポケットとしてやんなさいよということで、擁壁をだから下げちゃいけない。擁壁を前に出すということがあのポイントですよと、こういうことだな。それから今度27番は回答4番ということで、構築路障が軟弱であるため、まあ機械が入れない時ね、まあこれ一般に仮排水溝で水抜かないとどんな目でもダメでしょ結局ね。だからそして地下水位を低下させて、まあそれからまああの安定剤といって石灰とかセメントとかをさ混合して、それからタイヤローラーで、まあ、締め固めるということなのね。だから設置ブルドーザー使ったって別にね、これ使ったからっていって地盤改良するわけじゃないので、これはだから水を抜くということが一番大事なポイントになってくるとこういうね。そして、まあ、安定剤つけて、安定処理するということが大事ですよということですね。28番回答3番ですね。で上層路盤のですね、セメント安定処理工法ではセメント量が多いと、ね、この継ぎ目の時にね、収縮が生じる。そうするとセメント安定処理の上のアスファルト舗装がその継ぎ目に沿ってひび割れが生じる。これをリフレクションクラックというんだよね。これは発生する、ね、ということでセメント量多すぎると良くないですよ。安定処理する時はセメントの量に気をつけましょう、こういうことね。収縮するからということですね。はい、それから29番回答2番です、ね、でこれは排水性舗装っていうのはね、路盤に浸透させないんだよ。浸透させるやつはほら透水性舗装っていうんだよ。排水性は水を止めて出して、途中から出して排水する。だから地盤まで入れちゃいけないよね。で透水性舗装は浸透させるということで、排水性舗装は地盤に路盤に浸透させませんよと、こういうことですね。それから続いて今度30番は回答2番。ポーラスアスファルト混合物。ポーラスってのは分かるね。空液が 20% ぐらいあるアスファルト混合物だね。でこれを発電圧と二次電圧は、まあ、ロードローラーで行います。ということで、タイヤローラーはね、
仕上げてんやつ、混合布団と70度程度になってからタイヤローラーで仕上げてくださいよと、こういうことですね。ロードローラーでもって初点圧と二次点圧は行いますよと、こういうことですね。で今度はですね A の31番ですね、これはですね回答は4番です。でこれはあのシール剤注入工法というのは、これはね予防的維持工法じゃないんです。これはあの補修工法だから、シール剤注入工法っていうのは、これに入らないですね。だから予防的維持工法っていうのは、ほら白層オーバーレイ工法とこれしかないから、表面処理工法ね、ということでシール剤注入工法は違いますよ。基本的にはだから維持工法っていうのは白層オーバーレイと表面処理工法が基本的なものですよと、こういうことね。したがってシール剤注入工法っていうのは違いますよと、こういうことね。それから32番の回答1番で、コンクリートのですね板のひび割れを、まあ、一体化するためにひび割れの両側にコンクリート板をですね切り込んで、鉄筋とか鋼板をね両方に渡しかける。そしてその切り抜けたところに高強度のモルタルで埋め戻す、そしてひび割れを補うというのは、これは何かというとバーステッチ工法というね、鉄筋を用いてモルタルでギュッと一体化してしまうのは、これをバーステッチ工法と言いますね。ということで、シーリング工法じゃないですよ、バーステッチ工法と言うんですよと、こういうことね。それから今度は33番回答は4番、これはダムの方に入っていきますね。ダムコンクリートのですね岩盤の打ち込み面とするときは、まあ、岩盤を清掃したら乾燥させちゃいけないんだよ、さっきと違ってな、エポキシ塗るわけじゃないんだから、だからこの時は十分湿潤状態としてからコンクリートを打ってくださいよね。ということでエポキシ樹脂の時は表面乾燥させたけどね、ダムの時はですね別にエポキシ樹脂塗らないんで、これ湿らせなきゃということね。それから今度は34番が回答2番ね、ダムコンクリートの打ち継ぎ面ですね。でどうするかというと、レイタンスは残ってるんだ、それはモータースイッパーなどでレイタンスを除去すると、ね、その時にですね硬化してからだとねスイッパーで簡単に抜けられるもんじゃないので、それではガガガチッと今度はつらなきゃいけないので、レイタンスはですねだから固まる前にやらなきゃいけない、だからコンクリートが硬化する前にモータースイッパーでもってレイタンスを抜けてくださいよと、こういうことですね。硬化する前にやらなきゃいけない、こういうことね。それから35番がこれはトンネルの方に入ってきて、回答3番ですね。これはフォアボーリングっていうのは、トンネルのですね天板を守るために5メートルぐらい先までパイプを打ち込むやつね、ということでフォアボーリングってフォアって前の方だ、フォアで打ち込むっていうのは天板を守るためにやるんですよということでね。2本目の沈下を講じる時はパイプルーフィングと使うよと、だからこういうところと違うよと、パイプルーフィングっていうのとフォアボーリングは違うよと、こっち側は地方面の沈下を防止する、こっち側は天板を守る、だからこれは天板を守るためにやるんですよと、こういうことですね。36番ね、これは回答4番、これはトンネル放送のショートベンチだね、地盤があまり良くない時、安定しない時、なんか早期に断面を結合する、こういう時にショートベンチ、だからベンチの長さは短いほど地盤が悪いやつに適応すると、こういうことですね。ベンチの長いやつはゆっくりしかいいのでね、ということで一般にショートベンチ、ミニベンチっていうのは断面が非常に安定しないようなところで使ってくる、ベンチを長くすると安定した地盤に使えるよということで、ベンチの長さに対応する地盤との関係を理解しておこうと、こういうことですね。それから今度37番は回答は1番、これは今度はですね海岸の方の時ですね。そうすると、この関係者邸の裏埋めね、これは上層から下層に向かって徐々に、まあ、小さくするとね、ということで、まあ、厚さはだいたい50センチ以上とこうですね。だから下層から上層だ、ね、上層から下層に向かって徐々に小さく、ね、よく試験点の注意しよう、ここのところ。それから38番は回答2番、これ消波ブロックだな、消波ブロックはですねブロック間の、まあ、空隙、空間ならブロックと、それからブロック表面が粗いからその外、まあ、この空間、空隙とこの外、この2つでもって波のエネルギーをパッと吸収して波の高さを抑えるんだ、これは消波ブロックということで、その空間のところさ、まずめし入れたらまずいだろう、空間なくなっちゃうじゃん、そしたら波消えないじゃんね、ということでエネルギーを吸収できなくなるので、こんなところに石詰めちゃいけませんよと、まずめしを入れちゃいけないということだね。はい、それから今度は39番回答1番、これ混成艇って何かというと、下に捨て石を入れて上にケーソンなんかを置くという、そういうね、ものです。したがってこういう混成艇の捨て込みというのは、まあ、V などで、明示した後で中心部から
外に向かってやる。あとはな、杭打つ時だって中心から外だ。ボルトを締めんだって中心から外だよ。これ海に石捨てるんだったら中心から外だよ。これいい？言うとよく試験出てくる。このこういう問題は必ず2だから出てくるの。中心から外ね、ということを覚えてください。それから40番は回答が1番です。このポンプ浚渫船っていうのは、これはあの汚れが必要であるため広い範囲における埋め立て工事にですね、まあ、使用されてますよということですね。これは凹凸が少し あるんだな。でグラム浚渫船というのは短いところ、深いところ、狭い範囲の、ね、における、まあ、あの構造物の構築の浚渫工事に、まあ、使用されるということで、場と違うんだね。だからポンプ浚渫船とグラム浚渫船は使い方が違うということを、まあ、理解しておくと、この違いを説明するために、まあ、試験問題が出ているということ、ね、ということです。41番は回答2番ね。流度調整採石の締め方メモですね。炉盤の含水が変化しないうちにね、プライムコートをやる。だからこれ2、3日待ってからやるって間違いだからね。それは水がでも抜けちゃうんですよね。ということで、炉盤の含水が変化しないうちに早急にプライムコートで蓋しなさいと、こういうことですね。含水比が変わらないようにプライムコートを施すわけですね。はい、今度は42番、回答は3番ということで、同床バラストはね、これは吸水率が小さくて、まあ硬くて人生に富んでね、角張ってた方がいいわけ。丸張ってると良くないんですね。そうやってクッションがなくなるから丸張ってる。だから角張ってることが望ましい。丸型はダメだと、こういうことね。それから今度は43番は回答3番です。今度、線路閉鎖を行う鉄道工事においてはね、まあ工事が完了、強靭終わらないぞっていった場合はね、これは選定者は誰にその指示を受けるかというと、施設指令員に連絡して、その指令員の指示に従うということで、そういう選定者は何をするかというと、工事が終わらなかったらこの施設指令員に連絡をして指示を受けるということになりますね。それから今度は44番は回答が4番、この泥酔式シールド工法に用いるこの送泥管と吐き出す管、これ排泥管でね、これはね同じにするんだね。これはバランスは取れないので同じような直径にして排出し排ですということで、同じにしなきゃいけない、異なっちゃいけない。45番回答は1番ということになります。これはですね、構造物のブラスト、ブラストっていうのは表面をきれいにするというね、素地調整ということですね。でこのうち直ちに一次プライマーで、まあ、塗装すると、その後、まあ、防色下地っていうのは、このプライマーはですね単なる接着剤だから、だからこれは防色になってないということで、プライマーそのものが防色下地になるわけではないんですよと。これは単なる接着剤ですよと、ね、プライマー確かにかけるんだけど、それが防色になってるかというと掃除になってないね、ということで、プライマーは接着剤であって防色下地にはなってないよと、ね、いうことを理解しておくということですね。はい、それから今度ですね、浄水下水の方に入ってくるわけね。これで46番は回答2番ということで、まあ、活断層の断面の中で浄水塔を、まあ、設けたい場合、これはですね、特に耐震性が要求されるので活断層ですからね、でこの上もうひびが入ってる下のところで、そこにかけるのはどうしたらいいかというと、そうですね、やっぱりこういうこのね、耐震ダクタイル管、または、まあ、その時溶接でやる、まあ、交換、まあ、こういったことを連続的なような網の目の模様にすることによって、その部分が一部欠落しても全体として保てるような、そういう非常に強度のある構造にしなきゃいけませんよということで、こういうものが使われますと、こういうことね。活断層の上にはこういうものが使われます。47番は回答は4番ということね。この下水道管をですね、マンホールでまあ接合するわけですね。でその時上流側のですね水位条件を悪化させないと、どういうことを言ってるか、これはね、上流が圧力管になって漏水しちゃうんだよ。そのためにどうしたらいいかというと、原則としてどうやって結び方するかというと、管長接合または管中心接合、それだから管底接合だからダメなんだ、管長接合か管中心接合によって上流側の水条件、すなわち水圧を高めないようにする方法がこの方法です。だから必ずマンホールでつなぐときは、まあ、原則としては管長接合と管中心接合でつないでくださいよと、こういうことね。48番回答は4番、昇降系管の推進工法、まあ、これについてですね、これをですね推進するときにですね、要するに活材を入れてこうしないと摩擦抵抗が大きいわけです、推進するときにね、だからそのときには必ずですね圧入するときは同時に、推進と同時にこの
割愛の注入を行いますよ、ね、注入しながら注入しと同時にこう押し込んでいくと、そうしないと、ダメですよということで、バランスを保つためには、まあ、こういったような割愛と圧入、この圧力を同じ同時にこう進行してください、こういうことですね。それから49番は回答2番です。今度薬液注入工事における力の監視ね、これはですね、工事中は1日1回以上やりますよ、まあ、工事終わったってやるんだから、工事終わってもこうやって質疑に2回以上再生を行うわけだ、だから、1週間に3回っていうのは間違いない、これ1日1回以上取らなきゃいけないっていうことでこうパスというね。それから50番は回答2番ですね。これは公民権をまあ行使するためにですね、選挙行きたいんで時間くれよとこういうことになるわけね。これは拒んではならない、だけど選挙に間に合いいんじゃないっていうことで請求された時刻は変更できる。だから公民権を行使、まあ、公民権は選挙と考えるよな、だから選挙行きたいんだけどって時間取らせてくれるっていうことね、別に、投票所が閉まってなきゃいいわけだということで、請求された時刻を変更できるということがあるという、ただやらないというわけはいかないんだ、公民権だからな、だから時間を変更できるとこういうことです。それから続いて今度はですね、51番は回答は4番ということですね。でこれは削岩機とか、まあ、病打機だな、これうわーっと著しく振動を震わせる機器、これは年少者だとか産後、まあ、1年を経過しない女性、これ就業させたらなりませんよと、ね、させてもいいんじゃなくてさせてはいけませんと、こういうことね。それから次は52番は回答が1番で、コンクリート杭の杭打ち作業や鉄筋の組み立て作業、もうこれは作業主任者は選任しなくていいわけ、例えば5メートル以上の足場の組み立てとかさ、ね、片枠支保工だ、土留め支保工だとかね、2メートル以上の山の掘削とか、まあ、それは作業主任者いるけども、これは鉄筋の組み立てとか、これはそれで危険を伴わない、作業主任者は選任する必要はありませんということでね、だから作業主任者は選任する職種はしっかりと整理しておかなきゃいけないね。はい、それから今度53番は回答が3番ということで、高さ31メートルを超えるけども300メートルを超えないようなこういう塔の建設は、これは厚生労働大臣に届けてなくてもよろしい。それから今度54番、回答は3番だな、請負代金額の提携に関する職務、これはこういう営業に関することは、これは事業者の仕事なんだよ。主任技術者とかそれから管理技術者っていうのはさ、これはさ、施工計画を立案してさ、工程管理、品質管理、そして労働者の安全を確保するための指導監督を行うっていうのが仕事だな、こういうことは仕事しなくていいわけですな、ということで職務ではありませんということになります。ということでこれは事業者の仕事ですよ、こういうね。それから、55番が回答が4番ということで、元請負人は下請負人から建設工事の完成の通知を受けてから一月以内じゃないのか、20日以内に検査してくださいよと、こういうわけだ。お金を支払うとか一月以内なんだな、元請けがね、発注者から支払いを受けたと、そしたら下請けに対して支払うのは一月以内だ。だけど下請けが工事完成しましたよ元請けって言った時には20日以内に見てくださいよな、お金払うとか一月、それから検査の時は20日、これを覚えておこうね。56番、これは道路関係で、道路のですね、専用ですね、だから専用物件の構造を変更する場合は、その構造物が増加しない場合ね、荷重が増加しない場合、これは改めて道路管理者から許可を受ける必要ない、まあ、報告をしなきゃいけないけど、別に許可を受けない、もう許可を受けてるからこれよろしいと、こういうことね。ただ直径が変わって重くなりましたとかね、下水管入れるときに重い下水入れない、そういうときはもっぺん許可を受けなきゃいけないってことだね。それから続いて今度は57番回答2番だな。でこれは河川区域における工作物を新築するとき、ね、許可を受けたんだ、建物について許可を受けた、土地について許可を受けてないので、改めて土地の専用許可を受けなければならないということです。いいですね。河川区域内で現場事務所を作るというときでしょうか。そうすると、その許可を、作るという許可を受けても、改めて土地の専用させてくださいという許可を改めて受けなきゃいけないと、こういうことだね、ちょっと面倒だけどそういうことになります。はい、それから今度58番、回答4番、これは建築基準法の問題ですね。仮設建築物についても通常の建物と同様に床面積が20分の1以上の面積を有するときは、まあ、以上の面積を有する、まあ、換気に必要な面あの
開口部を設けなきゃいけませんよということね。だからこれは20分の1以上で換気をつけるということ。ただ換気設備を設けたのはまだ別ですけども、通常はだから換気に必要な面積は20分の1をこういったような仮設建築区においても同様に設けなければならないということね。だから仮設建築物は健康に関すること、それから耐震に関すること、これは1級建築士の設計でなきゃいけないとか、だから基準がちゃんと決まってますからね。まあ2級でもいいんですけども、2級の場合と1級の場合とありますので、とにかく建築士の設計でなきゃいけないとかね、こういう作業員の環境を守るようなことは建築基準法で守れてる、ね。だから確認申請を出せとか、そんなにいらないんだな。建蔽率がかかってるよ、そんなわけない。高さ制限はそんなにないわけ。ないけども、こういったような健康に関することを、については建築基準法は仮設建築部といえども制限されると、これね。それから今度は59番だな。これは回答2番です。騒音規制法上特定建設作業を実施するときはね、これはこういったような機械のですね、推定される最大騒音値を届け出る必要はこれはないんです。なぜないかというと敷地境界線上で決まってるんだ。敷地境界線上でたこ焼き売っててもここで85デシベル以下だったらいいわけだから、別にこれが大きくからどうだっていう問題じゃない。ここ敷地境界線上での音が85デシベル以下だったらいいわけだからね、ここが問題じゃなくてここが問題ね、ということになる。したがって、これはこういうのを出す必要はありませんと。敷地境界線上で85デシベル以下になればいいと、こういうことだね。それから今度は A の60番は回答1番ね、特にこの静音が必要が保持が必要だと、これ1号地区ってね、これは都道府県知事が1号地区決めるわけですけども、これは10時じゃなくて午後7時からね、翌朝の7時までだから午後10時じゃないんで12時間だけども、実際は10時間しか仕事しちゃいけないよと、こういう決まりがある。これは1号地区の制限で、1号地区って決められたらこうなる、まあ、2号地区となった時はここをさっき問題に書いてあるように10時でもいいわけだな、10時からなるわけだからな。ということで1号地区は7時から7時までと、こう覚えてね。それから61番は回答は3番ということね、この特定校におけるですね、付近での工事とかもしくは作業する、作業というか測量とかそういうことです、ね、するときは校長に申請して許可を、まあ、受けた後でないと施工していけない。だから申請したからすぐ行為したってダメなんだよ。許可が出てから行為する。意外とこれ申請したってところで OK と思うとその間違いだ。許可が出ない限り作業しちゃいけませんよというところがポイントになるからということですね。